私にとって海とは家族であり、私の人生そのものなんですね。時にはその良き母のように穏やかな海があり、また激しい四季もあり、そういうその海を毎日仕事で活用しております。因島三つの象徴で創業93年を数える石田造船。私は造船で、船を作っております。で、新しい船を企画して建造したり、また修繕をしたり、毎日船に関わる全ての仕事をやっております。私が今までに作っている船はこの世の中にない船、特にそのこんな船があったらいいなと自分で思った船を建造するようにしております。石田造船は船体が3つに分かれている3道型や船体が4つの4道型など、今までになかったタイプの船を開発し特許を取得してきたアイデアと夢があふれる会社。今年の4月に完成した操舵室が片側に寄った空母型のフェリーも日本初なんです。ただ単にその人や物を運ぶ船じゃなくて、子供から大人までまた老人までがその船に乗って楽しいなと、この船をバックに写真を撮りたいなというような、その夢のある船を作ることを目指しております。その夢の船を走らせるのが昔から変わらない海。よく言われるんですが、最近海が汚くなったとかいう言い方をされますが、私が子どもの頃からまだあんまり変わってないんじゃないかなと。というのは それだけ、環境保護にそのみんなが目を向けてくれている。ゴミもみんなが持ち帰り、海に物を捨てない、そういうその生活習慣が身についてますので、海はきれいだと思います。でこれからも子どもたちにこのきれいな瀬戸内海、青い海を残していきたいと思っております。そんな石田社長の夢というのが、今後の夢は私が温めてきているそのこの世の中にない船、例えば3道型とか4道型の船をどんどん作っていきたいと思っております。